ラモンティはフランス生まれの競争馬。2007年にヨーロッパで活躍したマイラーの一頭。イタリアで競争生活を始める。2005年3月のデビュー戦で勝利すると3連勝でパリオーリ賞を制したがデルビー・イタリアーノでは2着となった。その後は長期休養に入る。2006年4月に1年ぶりとなる復帰戦で勝利するも距離が200メートル伸びた。 自走では2着に敗れ、その後はマイル路線に照準を合わせる。2連勝したラモンティは、ジャックル・マロワ賞に挑むもリブレッティストの7着と、大敗。しかし、準重賞で2着となると、続く、ビットーリオディカー・アップア賞を制し G1 初勝利を挙げた。その後は、G2 のリボー賞を制し、クレノ・ホンコンマイルで3着となった後、ゴドルフィンに購入され、 イギリスのサイドビンスルール旧社員籍した。年が明けて5歳になったラモンティは、ランフランコデッドオリオセにロッキンジステイクスから、指導するも2着と敗れる。しかし、次層のクイーンアンステイクスを制すと、返す刀で、サセックスステイクスも制して、G1 を連勝。G1 競争3連勝をかけて臨んだムーランド、ロンシャン賞であったが、3歳牝馬のダルジナニニ馬進さ。 及ばず2着と乾杯。しかし、クイーンエリザベス2世イステークスでは、ダルジナラを破って4度目の G1 勝利を挙げた。ここまで徹底して、マイル路線を歩んできたラモンティであったが、2ヶ月以上の間隔を空け、12月に中距離戦である、第21回香港カップへ出走。ビバパタカの追撃をしのぎ、初めて、マイル戦以外での重賞勝利となった。2008年は、 当初3月29日に施行されるドバイワールドカップを目標とする計画だったが変更して同日に行われるドバイデューティーフリーに出走する予定となった。しかし、客部不安のため回避することが発表された。7月に G2 にサマーマイルステークスで復帰。しかし7頭立ての5着と大敗し、そのまま復帰することなく引退した。 2009年よりアイルランドのキルダンガンスタッドで種ボバとなり、当年は112頭に種付けを行った。2010年からはイタリアのアリボメントディビスネイトで強要されている。ありがとうございます。